ルイジアナ州立刑務所、ウェストフェリシアナ郡は、アメリカ合衆国ルイジアナ州の中央部に位置する郡である。2010年国勢調査で、の人口は15,625人であり、2000年の15,111人から3.4%増加した。郡庁所在地はセントフランシスビルであり、同郡で人口最大の町でもある。ルイジアナ州立刑務所が、 軍内アンゴラの町にある。ウェストフェリシアナ軍は、バトンルージュ大都市圏に属している。バイユーサラ、ミシシッピ側から望む、1840、大後半、セントフランシスビルが、後継の丘にある17世紀後半フランシスコ海、核心聖職者が、バイユーサラの開拓地を作ったことに続いて、この地域を、スペイン、フランス、イングランドが探検した。 当初の開拓地は現在流れが変わったミシシッピ川の中にある。ウェストフェリシアナ軍は当初西フロリダ植民地に属しており、ルイジアナ買収の時に他のフロリダ軍部と結合された。短期間、フェリシアナ共和国として独立したが、1810年にフェリシアナ軍としてアメリカ合衆国に併合された。1824年、 東西のフェリシアナ軍に分割された。南北戦争の時、ウェストフェリシアナ軍は南軍のために戦う兵士の家族を経済的に支援した。兵士の妻子はその家族数に従って月10ドルないし40ドルを受け取った。南北戦争が始まる以前からウェストフェリシアナ軍は民主党を支持していた。1972年の大統領選挙では、 民主党のジョージ・マクガバンとサージェント・シュライバーの組み合わせを支持したことでは、州内唯一の軍となった。2000年以降は、大統領選挙で共和党候補を支持している。この年、ジョージ・ W ・ブッシュとディック・チェーニーの組み合わせが、総投票数の55%、2512票を獲得し、対する民主党のアルゴアとコネチカット州のジョーリー・バーマンの、 組み合わせは45%、2187票だった。2004年では、ブッシュとチェーニーが相当票数の56%、2932票を獲得し、対する民主党のジョン・ケリーとジョン・エドワーズは42%、2214票だった。2008年も、ジョン・マケインが民主党のバラク・オバマを破った。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、 軍域全面積は426平方マイルであり、このうち陸地406平方マイル、水域は20平方マイルで、水域率は4.70%である。ウェストフェリシアナ軍はミシシッピ側に沿っており、西はポイントクーピー軍、東はイーストフェリシアナ軍に接している。バトンルージュ市からは北に約30マイルにあり、ミシシッピ州ナチェズからは南に、 約60マイルである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ウェストフェリシアナ軍ズセントフランシスビル、軍内唯一の法人化町軍庁所在地、ルイジアナ州公衆安全強制省が、ウェストフェリシアナ軍の未編入領域で、ルイジアナ州立刑務所を運営している。ザアンゴライトは、ルイジアナ州立刑務所で1976年に発行され出版されている。 ニュース雑誌である。毎年6号が発行されている。ウェストフェリシアナ軍公立教育学区が、軍内の学校を管轄している。小学校が2校、中学校と高校が各1校ある。ウェストフェリシアナ軍図書館は、セントフランシスビルにある。この図書館は、オーデュボン地域図書館システムに属していたが、2004年1月に独立した。軍内からは、 ルイジアナ州立大学とサザン大学が近い。ありがとうございます。